はいどうも。今回は曹操さんについてなんだけど。また突然だね。最近プライム動画で三国志見始めたから。アマゾンのステマか。ステマじゃないよ。曹操さん、この人だね。へえ、随分可愛く。って、これの話じゃないでしょ。こっちだった。随分違うなおい。で、曹操さん、三国志の人物の中で、ナンバーワンの呼び声も高いけど。総合的にはそうかもね。でも、さっきの、プライム動画で見てびっくりしたことだね。余白者一家皆殺し事件ってやつ。何それ。もしこれが本当だとしたら、かっこいい曹操さんのイメージが崩れちゃうじゃない。というくらいの残念な事件。どんな事件かね。曹操さんは都で、王院さんから指揮政権を受け取って、自ら董卓さんを暗殺しようとしたのね。それまでご機嫌取って信頼を得てたのね。うむうむ。でも失敗して都から逃げることになったのね。別に殺し屋じゃないしね、失敗するよね。で、逃げる途中、食べるものもないっていうことで、父親の義兄弟の、余白者さんの家を訪ねたのね。っていうか、このおじいちゃん誰？鹿連れてるし。余白者さんのイメージ図だよ。桃持ってるし。で、余白者さんは人のいいおじいちゃんで、曹操さんを全力で歓迎するのね。で、家の人に艦隊の料理作るよう命じて、自分はロバに乗ってお酒の買い出しに行くのね。鹿じゃなくてロバなのね。ところがここでとんでもないことが。曹操さんは疲れてたから、家の中で寝てたんだけど、家の外から刃物を研ぐ音がして、縛って殺せなんて声も聞こえてきたのね。なんか嫌な予感がしてきた。で、曹操さんは、自分が殺されるって思って、やられる前にやっちまえって思って、建物から飛び出して、余白者さんの一家をみんな切り殺しちゃったのさ。ひどいことになったね。でも、みんな切り殺しちゃった後、豚が縛られてるのを見つけて、ああ、豚を縛って殺すっていうことだったのかって、気づいたのね。いや、普通切り殺す前に気づくんじゃ。だって、余白者さんがご馳走してくれるの、前もってわかってるわけだし。刃物研ぐ音聞いても、縛って殺すって聞いても、ああ、料理するんだなってわかるでしょ普通。ところが曹操さんは勘違いで殺しちゃって、勘違いに気づいた後逃げるんだけど、逃げる途中、この人のいいおじいちゃん、余白者さんにばったり会ってしまって。まさか。復讐されちゃ大変、っていうことでこのおじいちゃんまで殺してしまうのさ。ひどい、ひどすぎる。しかも、その時、一緒に逃げてた陳旧さんに向かって、俺は人に背くけど、人が俺に背くのは許さないぞこの野郎。って言ったんだよ。それどこのジャイアンさん。確かに、ありえない勘違いで一家皆殺しにして。勘違いに気づいたのに、人のいいおじいちゃん殺して。さらにそこでとんでもないセリフ吐くとか。残念すぎるエピソードだね。で、これは三国志演義での話なんだけど。じゃあ正史の方にはどう書かれてるの？って気になるよね。あの曹操さんが、そんな残念な勘違いで一家皆殺しとかあってほしくないしね。まず、正史の三国志には、このエピソード自体がないんだよね。じゃあ作り話なのかな？と思って、他の歴史書を調べてみると。あ、その前に、三国志演義っていうのは、中国明代の初め頃、成立したって言われてる小説だよ。こっちは歴史書ではないのね。歴史小説って感じだね。それに対して、歴史書の三国志は、西暦280年以降に完成したと言われてるよ。日本は弥生時代の終わり頃か。で、三国志には、余白者一家の事件は書かれてないと。じゃあ他の文書はというと、こういうのがあるよ。とりあえず正史の三国志以外に3つあるのね。うむうむ。で、その三国志には、余白者一家事件は書かれてないと。うむうむ。ちなみに、三国志と、義心世語は、どっちが先だかよくわからなかったよ。で、それぞれどう書かれてるの？最初の、王信さんの義書は、三国志の義書とは別のものだけど、これによると、曹操さんが余白者さんの家を訪ねたところ、余白者さんは留守でしたと。で、息子たちが、騎兵と共に取り囲んで、馬と荷物をよこせと脅したと。それで、曹操さんは反撃して殺した、と書かれてるよ。ここでは正当防衛ってわけね。で、最初は正当防衛っぽく書かれてるけど、後の書物になるほど、曹操さんが悪者になっていくよ。ほう。義心世語では、余白者さんの息子たちは歓待してくれたけど、その息子たちの態度に疑念を覚えて、夜の間に殺したと書かれてるよ。少し三国志演義の話に近づいた。さらに雑語の記述になると、三国志演義のエピソードとほぼ同じ話になってて、例のジャイアンさんみたいなセリフも、初めてここで出てくるよ。ふーむ、だんだん曹操さんを悪者扱いにする風潮が強まってきたのかな。で、最初の、正当防衛っぽい話を書いた、王信さんだけど、
義に仕えてたから、曹操さんを称える話しか書かなかったんじゃないかって言われるけど、必ずしもそうじゃないみたい。どういうことかね。王信さんの頃は、曹坊さんっていう、曹操さんのひ孫が皇帝だったんだけど、実際に力を持ってたのは芝生さんなのね。軍師で有名な芝居さんの息子ね。で、曹坊さんは、芝生さんを倒したいって、王信さんに相談するんだけど、なんと王信さんはそれを、芝生さんに言いつけるのね。皇帝の信頼を裏切ったのか。つまり王信さんは、曹氏より芝氏にべったりの人なのね。だから、義書も、曹操さんの都合のいいように書いたとは限らないというわけね。うむうむ。逆に、曹操さんを貶めるつもりで書いた、ということもあり得る。どういうこと？古くからの知人の家族にも、襲われるほど人望がない、っていう印象を与えようとして。ふむ。ということで、そんな事件なんてなかったと判断した、陳寿さんが正しかったのかもしれない。あとの二つの書物はどうなの？だんだん曹操さんが悪者になってるけど。残りの二人については、廃将士さんっていう、5世紀頃の歴史家の評があって、この人は、三国史を研究した人なんだけど、その廃将士さんによると、まず義神世母については、ダサくだけど奇妙な話が多いからよく読まれてるね。尊姓とかがよく引用してるけど、間違ってることが多いね。奇妙な話が多い、今風に言うと、都市伝説的？次の雑語については、遺跡を網羅してくれてるから便利だよね。でもセリフの創作が多いよね。雑語って、定説に対する遺跡を集めたものなのね。これも今風に言うと、都市伝説っぽいのか。そんな感じだね。で、その都市伝説風の遺跡の方が面白いから、小説である三国志演義では、曹操さんを悪役として際立たせるために、遺跡の方が採用されたんじゃないかな。結局ジャイアンさんっぽいセリフも、創作だったってわけね。それに、どの書物にも、あの木のいいおじいちゃんまで殺した、なんて話は出てこないしね。まあ結局のところ、静止を書いた陳寿さんが、一番信用できるかなという、本当な結論になったか。とりあえず残念すぎる事件なんて起こしてないようで安心したよ。もちろん遺説が正しい可能性もないわけじゃないけど、お料理作ってるのを殺されるって勘違いして、恩人を家族含めて皆殺しにするとか、その後の曹操さんを考えると、なんか話が繋がらない感じだしね。うむうむ。あと、蒼天航路っていう漫画では、余白者さんは公式には死んだことにして、裏から曹操さんを支える、って役回りになってるよ。さすがに三国志演義のままじゃ残念すぎるから、そういう解釈にしたんだね。うむうむ。しかし今回はいきなりマニアックになったね。プライム動画のせいだね。ということで続きでも見てこようかね。じゃ。ま、プライム動画便利だよね。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。